ズボボーダ大統領とスムルコフスキー、ヨゼフスムルコフスキーは、チェコスロバキアの政治家。1968年の、プラハの春当時、国民議会議長として改革派の指導的立場に、あった。プラハ近郊のベレンカに、農民の息子として生まれる。パン焼き職人になったが、1930年代に、共産主義青年同盟に加入。1933年に、 チェコスロバキア共産党に入党し、1935年にはモスクワで開かれた共産主義青年インターナショナルに代表として参加した。ナチスドイツによる占領時代は地下活動に従事し、第二次世界大戦中はチェコスロバキア共産党を指導した。戦後の1945年から1948年までチェコスロバキア土地基金代表を務める。 1946年にチェコスロバキア国会議員となる。1948年の共産党への政権移行に参画。1949年から1951年まで農業副大臣及び国有地事務局長を務めた。しかし1951年に党幹部会の一員として逮捕され、教科書への終身禁固刑判決を受けたが、1955年に 釈放された。釈放後は、パブロビーチェチクの農民組合代表になり、1963年に名誉回復された。1965年に国民管理副大臣に就任し、中央水利管理部長となった。1968年3月に、再び党幹部会員に選出されたが、ソビート連邦の指導者、レオニード・ブレジネフは、スムルコフスキーの辞任を要求した。 ワルシャワ条約機構軍が武力介入した同年8月21日、アレクサンデルグプチェク第一初期、オルドジフチェルニーク首相らと共に逮捕され、モスクワに連行された。プラハの春が鎮圧された後も職に止まっていたが、1970年に全ての公職を追われ、共産党から除名された。スムルコフスキーは、プラハの春における、 共産党改革の基本案をまとめた人物であり、チェコスロバキア国民に人気が高く、同国における民主化運動のシンボル的存在であった。1974年1月14日、プラハで死去した。ありがとうございます。